乗馬の受付こっちですよね。あ、上ですか。上だそうですね。こんにちは。おはようございます。乗馬の受付は。はい。はい、じゃあこちらのヘルメットと長靴とですね、今日は雨降らないから多分運転でいいと思います。運転がございます。そこはもう人間が自分の気持ちをコントロールして馬を守ってあげる気持ちでね、乗ることが感じる。でこれね、踏まれたら痛いですか？300キロじゃありますか。ね、よければ全然怪我ありませんからね。どこ触ったらいいんですかって言われますが、まあ、どこ触っても馬は気持ちが悪いので、これスクリーンシップをね、入れるんですね。それでも結構高いですよね。これでも低いんですよ。はいはい。他の馬はもっと高いです。ああ。乗れない、足が届かない。ああ。じゃあ乗ってください。乗ってください。はい、左手で手綱と縦紙を一緒に持ちます。ここギュッて掴んじゃっていいんですか。いいんですよ。うわ怖え。両手綱を持って、ギュッと掴まないと力入らないからね。これ髪の毛じゃないから痛くない。痛くないですか。痛くない。はい、左足はあぶみにかける。かける。右手この後ろ、ここで1、2、の3せーの、よいしょ。うわー怖っ。おーおー、はい、あぶみに足を入れてはい、あまり深く入れないようにね。あ、はいはい、かかとを下げてね。あ、はい、あ、真ん中に座ってくださいね。今真ん中ですか。まあ大体真ん中。体を起こして手綱を持ちましょう。よし、持って、はい、あ、それで小指で挟む、はいはい、こんな感じですか。うん、こんな感じで。これだとちょっと張りすぎだよね。張りすぎですか。うん、もうちょっとね、ちょっと伸ばしてね、はい、手はね、もうここを置くような感じでいいから。ここでいいですか。はい、はい、おお、ちょっとね、あぶみ短いんで流してみて、一回外してね、はい、ここでちょっと練習してみて。練習、はい、違和感が来たらまた直します。はい、わかりました。じゃあ動きますよ。おお、まっすぐ乗ってれば大丈夫ですからね。はい、揺れますから少しね、近くに力入れて。はい。おおおお、すげえ。いや、初体験。そんなに大きいは揺れないでしょ。トレッキングはね、1列で行きます。はい。注意事項は、ね、前の馬の横に出ないように操作してます。皆さんね、逆に並んじゃうと体に警戒して変な動きになるので危ないんで、前の馬の、ね、尻尾をめがけて操作してください。引かないで、軽く開くだけで首が曲がりますから、ちょっとじゃあ右手開いてみてください。開く、こうやって首が曲がります。そしたらそちらの方が曲がります。左手開きます。首が曲がらないと曲がらないと逆で言います。はいはい。ああ、はははい、じゃあ右手開いて右へ曲げます。さあ一緒に曲げると内側入っちゃう。ああ、はいはい、なるほど。全部で何キロぐらいのコースなんですか。1、2コースね、10キロちょっと。入ってきます。雨が降ってますね。うん、私は職員じゃないです。あ、違うんですか。臨時の職員だけから夏だけ。オートボイより楽でしょ。いやー、どうなんだろう。今は繋いでくれてるから。え、お馬はお酒飲んで乗っても大丈夫ですよ、軽車両だから。あ、だめ
そうですよね。これ公道走れるんですもんね。そうなんですか。はい。どこだ。あ、本当だ。食べ放題ですよね。バイクと比べて乗り心地はどうなんですか。いや、乗り心地いいっす。もっとすげえ揺れるのかと思ってたら、あ、まあスピードが出てないからかもしれないですけど。下げてね、ちょっと怖かったらね、声かけてくださいね。はい、はい、じゃあちょっとね、早足します。ちょっと待ってください、はい、カバンが開いてる。俺カバリは、石川の。あ、すいません、ありがとうございます。止まった時はですね、食べさせていいですか。はい、はい、ちょっと時は、よかった、すいません、ありがとうございます。よし、大丈夫です。はい、ありがとうございました。すいません。はい、手綱の持ち方が。あ、そっか。うん、上から。そう、こうだ。そうですね。小指で測ります。はい、じゃあ行きますよ。はい。はい、ちょっと引き上げて測ります。早足しますよ。おお。ああ。ついてってるだけじゃねえかな。自分の指示で言ってるとは思えないんですけど。はい。いや、いい景色でも。ああ。景色いいな。はい、もうちょっと待ってて、はい、降りないと降りてください。降りて、あの絆をほどいて持っててもらえば。はい、手から外して降りる。そうだね。ああ、疲れそう。
大地。こっから今休憩なんですけど、こっから話していこうと思うんですけど、どうですか。大丈夫です。大丈夫だね。なんか大丈夫そうですね。惜しかった。大丈夫か。せーの、よし、おー、よし、すいません。はい、お、食べてれば美味しい、おとなしい。そっか。はい、それじゃあ行きますよ。はい、じゃあ行きます。さっきの順番でいいですか。はい、順番はいい。さっきの順番です。はい、前のままとね、あまり離れないよ。お、自然に行ってくれる、行ってくれとる。変わんないでしょ。あ、行ってくれてる。分かってんのかな。あ、本当だ、本当だ。あれ近づいたら相当でかいですよね。ああ。その鈴は熊よけなんですか。ああ、そうですか。見えてるから。こういう林の中飛べないんですよ。はい、あ、ね、歩いて移動するんですか。鳥が大きくてね、はい、引っかかったらもう飛べないですよね。あ、はい、はいはい、あ、もう分かっとるこいつ。うわ、本当きつそうだ。すげえな、サラブレッドじゃこうはいかねえな。よし、頑張れ頑張れ。転びやしないだろうな。さあ、よいしょ、行け。頑張れ、頑張れ、頑張れ。あ、上がってきたな。うわあ、すげえ、すげえ、すげえっす。めっちゃいい景色。すいません、不安だから待ってました。はい、どうぞ。体をクラに乗せて左足を外してから降ります。外して、はい、よいしょ。中に手綱を入れて、はい、
でね、これをね外して持っててもらうとね、来ない、すぐ来れないからね。はいはい。はい、あ、すいません。結び方があるんですよね、きっとね。あ、これね簡単なのよ、こうやって、まあ一回回すでしょ。はい。回したらね、ここにあとはこう二回ぐらい回すだけ。ああ。じゃもう引けば引くほど閉まるようになってる。外すときはこれをこうやれば簡単にこれ。はいはいはい。お疲れさん。すげえ埋まって。景色いい。そうですね、ここは。でも何回来ても。ちょっとね、葉っぱがね、あの多くなってね、視界が狭まるんですよ。はい、いや、いいロケーションだ。すごい。はい、ただいま11時15分。はい。ちょっと早かったな、到着が。あ、そうですか。そうなんですか。ここでお昼食べて、休憩してお昼食べて、はい、12時10分ぐらいまでには出発したいと思います。はい、そういう感じなんですね。あ、確かに。あ、そうですね、きっとね。確かにそうだ。あ、なってないです。あら、上手。あら、上手に上手になってます。上手に運びましたね。はい、あんだけ揺られてるからな。なんか揺られても大丈夫弁当って感じです。さあ、オープン。下手くそ。めっちゃ寄ってる。めっちゃ寄ってる。めっちゃ寄ってる。オープン。あー、美味しそう。すごい美味しそう。宮島岬っていうのがね、この葉っぱの影なんだよね。あ、ここに丘が見えるかな。はい、あのセンターが宮島岬なんだ。あー、